森田圭一は日本の建築家、建築研究者、三重県生まれ、京都大学名誉教授、また東海大学教授を歴任。過去の様式からの分離を宣言した分離派建築会に名を連ね設計活動を始めるが、西洋建築の歴史的研究を経て、ギリシアやローマの古典精神を探求し、建築論研究にも力を注いだ。 県立三重第一中学校、旧制第三高等学校を経て、1920年から1979年まで、東海大学教授を務める。1974年には、日本建築学会大賞を受賞。分離派として、作品を発表する傍ら、建築論や西洋建築史外説など自らの施策を、改陳するとともに、ビトリウエス建築所の翻訳で建築史に、 大きな一歩を残した。後年の著作、建築論は、兄弟時代の建築概論の講義を発展させた書籍。他、西洋建築入門に明示されているように、ロマン的本性にも深い共感を懐いている。古典性とロマン性という二言論的対比の中で、建築を統合的に把握しようとするのが、建築理念であったという。森田における、 古典性は硬直したクラシシズムとは無縁であり、深く系統されていたオーギュスト・ペレのシャンゼリゼ劇場に監視、そこにあるのはフランス的エスプリで宣伝された論理的な古典の厳しさであると述べ、さらにゴシック大聖堂と対比させながら、建物の骨格に空間の歌を歌わせること。これがペレの全作品に通ずる彼の建築理念であると言明している。 青年期にフランスとギリシアで学び、修正ロマン的古典性を追い求め、青年時代にボーリンガーのゴシック論を深く研究していた。古典建築の研究を通して、建築の本源を試作し、その思想を体系化することによって、建築論を理論学として確立、建築論マイナス学の創始者であり、その門からは多くの学者を排出。 晩年入院になった直後に受選。自ら、マルコというクリスチャンネームを所望したといい、キリスト教文化にも深い関心をなついていた。京都帝国大学楽友会館。ありがとうございます。